アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日もですね、インスタライブ早速やっていきたいと思います。多分ね、生配信平成最後になるかなと思いますので、楽しみながらね、やっていきたいと思います。はい、始まりました。こんにちは。こんにちは。今日あったかいですね。炭酸水飲んでいきます。こんにちは。ちょっと早めに始めることができました。あ、お久しぶりです。クリスさん来てくれてる。タイカさん大好きだって、ありがとうございます。あ、初参加ありがとうございます。こんにちは。ちょっとね、ツイッターでつぶやいとこ。あ、姉さんが来ましたよ。皆さん、姉さんがバナコ姉さんが来てます。あ、すごい、モカさんもいる。嬉しい。こんにちは。あ、横浜今日雨なんですね。福岡はね、曇りだけど若干晴れてきましたね。ちょっと告知しときますね、ツイッターで。こんにちは。吹いたぜ。やっぱりなんか若干傾くんですよね。こうカメラみたいにあの水平のマークが出ないから、ちょっと歪んでるかもなんですけど、こんな感じでいいかな。 OK。 こんにちは。今日ね、はい、多分平成最後ですよね。来週ちょっとゴールデンウィークなので、どうなるかが分かんなくて。あ、元気ですよ、めちゃくちゃ。ねえ、皆さんどうでした、平成って。テーマが大きすぎてあれですけどね、え、本当に終わっちゃいますね、そろそろ。全然実感湧かないんですけど。あ、なんとかこっそり見てます、だって。ありがとうございます。あ、初参加ありがとうございます。こんにちは。なんかあれなんですよ、インスタのアカウント名って結構皆さん名前長かったりするじゃないですか。で、私あの英語が全然堪能じゃないので読めないことが多いから、なんか名前付きでコメント読んでほしい人とかいたら、あのコメントにカタカナで名前入れて誰々ですみたいな感じでコメントしてもらえたら、名前を間違わずにね、読むことができます。なんか間違って読んじゃうと失礼になっちゃうなと思って、あんまりお名前を呼ぶことができずにいたんですよね。令和になれないってめっちゃわかります。私もなんか全然まだしっくりきてないというか、はい。トム・フォードの24禁のやつですね、今からちょっと紹介していこうと思います。今日ハンドクリームはね、これ以前視聴者さんからいただいた、サボングルメのバターハンドクリームってやつの、あのフィグのやつですね。めっちゃいい香り。こんにちは。結構初参加の方いらっしゃいますね。ありがとうございます。あ、スターマグノリア、結構あのジョー・マローンの頃ね、お揃いで買ってくださった方が多くてありがとうございます。なるみさん、こんにちは、ありがとうございます。宮崎から見てるあやさん、ありがとうございます。あ、チョビさんって呼んだら OK です。わかりました。そうそう、お名前ね、なんか長い方こう途中で切っちゃっていいのかなとか思ってたので、ニックネーム教えてくださると嬉しいです。こんにちは。じゃあ早速なんですけど、今日はですね、あの視聴者さんからまたプレゼントをね、たくさんいただいたので、そちらを紹介していこうと思います。あ、すごい、結構あれですね、ジョーマロン買われた方多いですね。いっぱい使いましょうね、今本当にぴったりな香りだと思うので。はい、あ、やっぱ220分待ち。そっか、やっぱね、混みますよね。乗りたいんですけどね。こんにちは。すごいんですよ、今この箱の中にね、いっぱいいただいたものを入れてるんですけど、皆さんいつも本当にありがとうございます。もうね、数が多いのでパパッとだけ紹介していきたいんですけど、今回も素敵なものをね、たくさんいただいてしまいました。まず一つ目、こちら、あの NARS の限定品でオンラインとかだと出てるのかな、エクスプリシットカラーリップデュオの8399番ですね。これはね、あのエミってあるじゃないですか、あのジェラピケとかの系列で、あのわりかしスポーティーなやつ売ってるお店のやつですね。はい、でも去年のやつです。こんにちは。で、こんなミニサイズの、ほら、このね、リキッドのリップと、こっちがあのベルベットマットのリップペンシルのセットですね。こちらいただきました、ありがとうございます。なんかこういうミニコスメってオンラインとかのセミセルフ店限定とかだったりするので、すごいなかなか見る機会ないので嬉しいです、ありがとうございます。あ、こんにちは。あ、お仕事中なんですね。あの、ご参加ありがとうございます。ちょっとゆっくりしていっていただけたらと思います。で、多分3色ぐらいあると思うんですけど、さすが、なんか私が一番好きそうな色を選んでくださいました、
ありがとうございます。あ、キッカの夏、これ無事予約できました。おめでとうございます。そうそう、すっくね、あれなんですよ、ちょっと今日編集が間に合えばあげたいんですけど、午前中に予約してきたので、はい、細かい装置とかはね、今日上がる予定の動画で紹介しようと思います。これの装置ですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、今手の甲がね、ちょっと いろいろあってラメラメなんですけど、これが今いただいたナーズのやつです。はい、装置どうぞ。こんな感じ。GH5 にも見せとこうかな。こんな感じです。これ絶対使いやすいやつですよね。このくすみ系のカラーで、私なんか白っぽいピンクって似合わないんですけど、このくすみ感があると途端になんかこういける色になるので嬉しいです。これかわいい。でも単品でもすごい発色してくれるから、こっちだけでね、マットで使ったり、こっちでツヤ感出したりでね、単体で使ってもいいかなと思います。おー、すっく繋がったんですね。なんか電話ほんとカウンター鳴りっぱなしでした。はい、実際にこう予約に来てる人はそんなにいなかったんですけど、やっぱ皆さん電話で予約されてる感じでしたね。じゃあね、ちょっといっぱいあるので、ね、はい、ナーズありがとうございます。次、これ面白いんですよ。インスタには先にあげたんですけど、なんと春サプリメントなんですよ。で、もう一個もらってたんですけど、そっち今お家で使ってるので持ってくるの忘れちゃって、これが日焼け止め効果があるやつらしくって、あと免疫防御、全部ねメモして貼ってくれてるんですよ。私がおっちょこちょいだから、あ、出遅れたって全然大丈夫ですよ。あ、すっく今回ハイライターはね予約してないです。あ、生で見れて嬉しいです。こちらこそありがとうございます。あとこれ美白タイプです。で、これね、春サプリメントってどういうことかっていうと、なんかこんな感じでシートが入ってるんですが、あ、お昼休みお疲れ様です。これですね、これ6分割してこう1枚ずつ湿布みたいになってるんですよ。旦那さんハワイ出張の方ですね。お疲れ様です。これをね、1枚ずつ体のどこかに貼っておくっていうものらしくて、なんかね、アメリカではもう結構出てるサプリらしいんですよ。だから飲まなくていいから、なんだろう、私が思ったのはそのビタミン C 系のサプリで胃が痛くなる人とかだったら貼れたら楽だなと思いました。こちらね、いただいたので今ちょっとずつ使ってるんですけど、こんなのあるの知らなかったから、もうめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。リップはシアーなんですか？スックのはね、シアーです。これもね、今日の夜上がる予定の動画で、詳細を紹介しているので、よかったら見てください。あ、ルナちゃん来てくれてありがとうございます。そうそう、春サプリだってすごいですよね。あ、みなみさんすごいちゃんと分かりやすくコメントしてくれてる。そうそう、なんか皮膚から取り入れるみたいに珍しいですよね。で、あ、カルフォルニアから、すごい、カルフォルニアどうですか今、あったかいですかって、めっちゃざっくりした質問ですけど、日本もね、湿度上がって蒸し暑くなってきましたよ。あ、美咲さん、あ、フランスのお土産届きましたか、ありがとうございます。こちらこそね、皆さんプレゼント企画ご参加ありがとうございました。ちょっと今回はね、 YouTube の方で10名様とインスタで3名様で、まあ、そこまで数多くはなかったんですが、皆さん喜んでいただけてるみたいで嬉しいです。今回ね、惜しくも当たらなかった方もね、これからもいろんな企画やっていきたいなと思ってますので、ぜひ情報お見逃しなく。で、次ですよ、どれからいこうかな、ちょっと見せちゃったから、このシャーロット・ティルブリーのホラー、これ、あ、これ結構今ね、私が見てる画面のままお伝えできてたら色味まんまだと思います。こういう色のやつ。あ、長崎から初めまして、こんにちは。で、こっちがね、キラッキラカラーで、こっちがこんなマットかな、で、これが多分ちょっとツヤ感あるのかな、あんまりまだ触れてないんですけど、はい、これね、割と面白いというか、見た目結構ベーシックっぽいじゃないですか、ブラウン入ってるので。でもこのツヤカラーがね、結構ペカペカするんですよ。なので、いろんな使い方できて面白そうだなと思いました。ありがとうございます。レアですよね、シャーロット・ティルブリーのパレット。で、これ何だったっけ、ピロートークっていう色がすごい人気っていうことで、これね、違う色なんですよ。ザ・ヴィンテージ・バンプっていう色なんですけど、で、ピロートークもね、なんか欲しくなって、これ触ったらすごいこなし強かったから、いろいろ探してたんですけど、結構オンラインで売り切れてて、なんかコメントでね、インスタの方にどこそこで買えますよっていうことをいろいろ教えてもらったんですが、
なんかね、どこもなんか日本配送は NG ですみたいにカートで弾かれちゃったりとか、購入がねうまくできなくってゲットできてないんですよね。 Amazon とか多分バイマとかだったらね、定価よりだいぶ高くてだったら出てると思うんですが、なんかもしね良さそうなサイトとかあればまた教えてください。はい、でまだあるんですよ。しかもこれほら、チーク、ブロンザーかな、まあでもチークとハイライトかなと思うんですけど、これね今日使わせていただいてます。以前ねこのローラメルシエのローズをプレゼントしてくださった方がいてありがとうございます。今日これをね使って、その上からこれをちょっとツヤ感あるのでふんわりと重ねています。このめちゃくちゃ可愛いですよね。いいよねいいよねってすごいこう見てるとね、ちょっと角度変えるとツヤっとするんですよね。こんな感じだから、すごいなんていうのかな、濃いブロンザーみたいなのが苦手な方だったら、こういう肌なじみがいいピンク系で、入ってるパールとかラメの色がゴールド系のやつ選ぶと、ちょっとチークの感覚でブロンザーの雰囲気を楽しめるんじゃないかなと思います。あ、おっぱいチークって言われてるんだ。あ、そっかそっか、それっぽいからとかチークの色味、あ、本当だ、チークもピロートークって名前になってますね。そっか、これとアイシャドウがリンクしてるんですね、あのピロートークっていうパレットと。なるほど、気づかなかったあとねまだあるんですよ、これ今日も使ってるんですけど、こちらパウダーです。これもめっちゃ粉細かくって、ちょっとベージュっぽいというか黄色みがあるんですよ。なので白いマットっぽいこうハイライト使うと白浮きしちゃうっていう人はこれ絶妙カラーだと思います。画面だとちょっとね黄みが強いかなと思うんですが、もう少しなんていうのかな、肌色寄りというか、そこまでこうきつい黄色ではないです。使いやすいですでまだあるんですよ。そしてリップ、やっぱりこれも統一してくださってたんですね。これもピロートークです。で今まさにコメントいただいてるんですけど、こちらの色ですかわいい、ちょっと塗ってみようかな。今日ねそのスックでタッチアップして、そのレッドのクリアの、ね、これ見せようかな、ちょっと話が飛び飛びでごめんなさいね。まあ、このスックの話は今日の動画でいっぱい話そうと思うんですけど、これタッチアップしたんですよ。でこっちはねやっぱかなりバブリーで、アディクトのリップグロウのホロパープルみたいな、あれのもうちょっとこう白っぽくない感じのバブリーな青みピンクだったので、私はこっちを予約したんですが、このクリアレッドがね若干ティントというか色が残るんですよ。なので今ねごめんなさい、お腹空きすぎてパン食べちゃったんですけど、それで軽く落ちたんですが、唇の色はやっぱりいつもより少し赤みが残ってて、でその上から今ねマックのハガブルリップカラーのアウトフォーパッションっていう色をちゃちゃっとね重ねてたんですよ。なのでこれはすぐ落ちると思うので、オフしてその上からこのピロートークつけてみたいと思います。アディクションのね自作パレットの詳細はね、何だったっけ、私左上に入れてるハイライトカラーをいつも忘れてしまって、入れてるのはノスタルジアと、クライベイビー、それからバッファローソルジャーとロンドロジーと、何あと何だったっけ、リゴレットかと、その左上のハイライトカラーなんですけど、それが何だったかな、白っぽいピンク色のやつなんですけど、ちょっとね今手元にパレットがないんですよ、ごめんなさい。でこれですね、つけてみます。ちょっと待ってねでもね結構赤みが残ってるから、この純粋なピロートークの色が多分わからないと思うんですけど、あ、肌当たりはねマットな感じ、マックのパウダーのやつあるじゃないですか、あれに似てますね。パウダリーなのにスルッと伸びる感じで、なんかすごい気持ちいいです。こんな感じ、カメラに全然見せてなかったけど、これねこっちの方がわかりやすいかな、これピロートークです。なんかねアイシャドウを見ると結構こうふわっとした感じに見えると思うんですけど、リップの色はね思ったよりしっかりしてるかなと思います。カメラに見せてるのかな、こんな感じです。うんうん、これね感触いい。なんか以前もシャーロット・ティルブリーのリップいただいたことあるんですが、あれとねちょっと感触が違うかなと思います。ちょっと待ってね、まだプレゼントいっぱいあって見せときたいんですよね、まあ、28本いけるかな。でちゃんと私がね間違ったらいけないから、別紙で
その送ってくれたものの詳細をねまとめてくださってるんですよ。めっちゃありがたくないですか。ほんと私ね言っとかないとね当たり前にわかるだろうっていうようなことをねとんでもない使い方したりしますからね。こんにちは。ピロートーク、あ、お使い頼んでるんですね。いいな。ぜひあのゲットしたら感想聞かせてください。で、こちら、これねセフォラって書いてるんですけど、これがセフォラオリジナルのブラシクリーナーなんだ、ブラシクリーナーなんだそうです。で、ティッシュとかにシュシュってして、そこにこうブラシをファーってやるとブラシの汚れが取れるっていうものらしいんですが、まあ、ブラシクリーナーとかほんと消耗品って感じで、いくらあってもねガンガン使うのでめっちゃ嬉しいです。ね、セフォラのオリジナルってこうコスメだと発色弱かったりするって聞くんですが、こういうのだといいですよね、使いやすくて。なんか液体物とか絶対重かっただろうに、なんかねお土産に買ってきてくださってありがとうございます。それからこちらちょっと箱からもう出しちゃったんですが、アナスタシアのマスカラの、マスカラじゃない、アイブロウマスカラですね。これがねブロネットっていう色で結構明るいんですけど、これからほら夏に向けてちょっとこういうキラキラ感のある、なんでマスカラって言ってるんだろう、アイブロウマスカラですね。アイブロウマスカラいいなと思うので、色味がね今持ってるのはもうちょっと赤ちゃんみたいなのが多いので、これにシフトしていこうかなと思うんですが、一緒に送ってくださったのが私のこの大好きなアナスタシアのブロウビズの、これがね何色だったか、アーバンっていう色で、これもね結構明るめのお色でした。もうこんな感じ、ちょっと黄色みのあるブラウンみたいな、画面だとねちょっと赤みが出てるかもだけど、もうちょっと黄色い色なんですよ。これね好きなんです、めっちゃ描きやすいので、ちゃんとこっちねこのスクリューブラシついてますし、あれですよ、セフォラとか行って何買ったらいいか分かんないっていう人は、このアナスタシアのアイブロウはね1本買っておくといいと思います。芯が結構硬さがあるというか、程よい硬さがあって描きやすいので、芯も細いですし、こう1本ずつ描き足したりとかするのにもいいと思います。こんにちは、初参加です、ありがとうございます。ごめんなさい、結構コメントね呼び飛ばしてしまっててすいません。あ、みなみさん、ブラシクリーナーいいですね。ほんとなんか私ずっとダイソーのやつばっかり使ってたからちょっとセフォラで気分上げようと思います。あとねこれシャロットティルブリーのマスカラのサンプルも入れてくださってて、ブラシはね海外コスメ特有の結構ぶっとい感じなんですけど、私今日ベースというか黒い部分のマスカラはねこれ使ってるんですよ。一回使って思ったのは、ボリュームは出すぎないんですけど、もうこうふわってなんていうのかな、ファサファサしたまつげになれるっていう感じで、ナーズの赤いマスカラあるじゃないですか、あれに使用感似てるなと思いました。まだまだあるの、あとこれまだね使えてないんですけど、めっちゃ使うの楽しみなんですが、ほらサンローランのこの超有名なラディアントタッチコンシーラーだったっけ、これがリニューアルしてこういうパッケージになったんですよ。ちょっとこの黒いここね ラインが入ったというか、ロゴのとこがこの黒背景になったんですけど、まだ使ってないので白いんですが、これのね2番、多分ちょっと暗めの色をねあざのとこに使えるように選んでくださったんだと思うんですけど、これもねいただきました、ありがとうございます。これね商品調べてて、わリニューアルしたんだっていうのに気づいたぐらい全然情報がなかったので嬉しいです。これは私旧品というか今まで出てたやつのハイライトっぽいカラー持ってるので、はい、また使い比べてみようかなと思います。絵画コスメハマりますよね。こんにちは。それからさっきちょっと色味見せてって言われてたこのトム・フォードの来ましたよ、皆さん来ました24金のやつですね。ちょっと先が多分ね透明だけど色がつくからか、端っこの方がやっぱ少しこうピンク味が出てるんですけど、今日ねそのスックにタッチアップ行くまで私これ1本で行ってたんですよ。結構ね蛍光のピンクみたいな感じに色が出るので、今年の夏のなんかトレンドにすごいマッチしてるなと思いました。こんにちは。あ、全然出遅れ大丈夫ですよ。途中参加でも、はい、楽しんでいただけるような感じにしていこうと思います。キラキラ。手の甲でも色出ますね。こんな感じ。結構ピンク味なの分かります？こっちにもこんな感じ。これ不思議なんですよね。見た目透明だけど、つけるとこれでプラス唇の色っていう感じなので、もうパキッと発色してくれるのがわかると思います。
はい、すっくね、タッチアップ行ったので編集間に合ったら今日の夜ね、その装置とか見せた動画あげようと思ってます。日本いつ発売でしょうね。今度あのアイカラーコードもなんかちょっとなんていうのかな、スモーキー系のカラーが出ると思うんですけど、あれと一緒に出るのかな。発売日の情報がまだ出て、あの入ってきてなくてたし、そうそうそう、あの韓国コスメのあれに似てますよね、あのあれのやつねそう見た瞬間思って、そうですそうです、あれみたいな感じ、韓国のあれみたいなやつね。なんかね、コスメに24金ってめっちゃ気分上がりますよね。18金じゃなくて24金っていう、ね、金箔のキラキラ感は今のところ感じてないですね。多分その口紅に乗せた時にそのラメ的な粒じゃなくて、もっとこう薄く伸び広がっちゃうんじゃないかなと思います。あのゲランのプライマーみたいな感じ、あれも粒結構大きめに入ってるんですが、実際に顔にのせると粒々でそのキラキラしたりとかはないので、多分唇につけても同じ感じで、はい、ラメ感みたいにはならないと思います。香りちょっと待ってね、ちょっと待って、香水の匂いが、ん、無臭無臭かなでもなんかこう普段香り物つけてるから、私のこのなんかなんていうのかな、細かい香りは当てにならない多分無臭っていう感じですね。保湿感割とね、あのリップバーム的な使用感ですよ。はい、なので色も出しつつ唇の乾燥を防ぎたい人にはいいと思います。それからこれミニマスカラ、どこのだろう、あ、ベネフィット、ベネフィットだよ、みんなベネフィット、そうセフォラでベネフィット買ったらいいよってね、パリ行く前にコメントいただいてたんですが、全然チェックできていなかったベネフィット。すごいこれサンプル、めっちゃ可愛くないですか、ほらなんか何やりやり方すごい可愛い。ああ分かった分かった、これアイブロウマスカラなんですね。えサンプルなのかな、違う、サンプルっていうかミニサイズとして売られてるやつなのか、ミニって書いてるから現物よりはちっちゃいみたいなんですけど、この眉のビフォーアフター書いてくれてますね。これ良くないですか、なんかアイブロウマスカラのミニサイズって新しいなと思います。ベネフィット大好きです、パケが素敵ってね、可愛い、こんな可愛いんですね、槍っぽくないですか、もしくはあの鉛筆の、子供が持ってるあの鉛筆のキャップみたいな、可愛いです。すごい嬉しいな、わありがとうございます。初ベネフィットコスメはアイブロウマスカラでした、私は。はい、ブロンザーがいいんですね、そっか、チェックしないとですねこんにちは。あとこれがねすっごい嬉しいと思ったの、ほらあのシャーロット・ティルブリーのライド・ワンダーみたいな、あのファンタムファンデーションなんですけど、あの6色セットのサンプルなんですよ。これだったら色ね合わせてオンラインとかでもね注文したりできるから、めっちゃ良くないですかね。世の中のブランドファンデーションのサンプルこうやって出したらいいのに、あのねオンラインとかだけでもいいけど、良くないですかねこれあ、スック予約しました、お疲れ様ですなんてって聞く返せ、ライトワンダーファンですよすごい嬉しい、ちょっとこれね色チェックしたいと思います、ありがとうございます。そしてねまだあるの、ちょっと待ってね、これハニーガールっていうブランドのあのなんかフェイスケってスキンケアなんですけど、蜂蜜のスキンケアらしくて、これもね現物でスクラブと、こっちがフェイス&アイクリーム、アイクリームいらずですね、送ってくださいました。もうめっちゃねなんかすごい庶民的というか生活感ある話なんですけど、ちょうどフェイスクリーム使い切りそうだったんですよ、嬉しい。あのドゥラメール のでっかいクリーム12月末かなに買ったやつがもう使い切りそうだったので、これ早速使わせてもらおうと思います、ありがとうございます。5月1日のスックの限定のやつは今日夜の動画でお色味見せますので、多分今こうやって見せるよりそっち見てもらった方が手の装置とかも撮ってるので参考になると思います、ね、スクラブは本当に私食べてるのかなっていうぐらい消費するので、これも使わせていただきます、もう本当にたくさんありがとうございます。でですよ皆さんね、さっきこの私今日はこのローズ使ってるよって紹介したローラメルシエのチークなんですけど、私がずっとない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 言って騒いでた色あるじゃないですか、チャイ、送ってくださったんですよ、チャイですよ、チャイ、すごくないですか、
チャイローラメルシー行きました、チャイあったってなった時にその我先にってならずにプレゼントしようって、もうなんか天使なのかなっていう、本当にありがとうございます。なんとね、私の手元にローラメルシーのチーク2つ目なんとチャイねプレゼントでいただいてしまいました。もう噛んでる。もう一回言っていい？2つ目ね、私の手元に、はい、来てくれました、ありがとうございます。こっちがチャイで、こっちが前いただいたローズなんですよ。こんな感じ、こう見せた方がわかるかな、こう、良くないですかこれ、チャイ、チャイ、ローズみたいな、すごいね、世の中に本当に存在してたんだと思って。いや、どこ行っても売り切れだし、オンラインとかもないから、なんかないんじゃないか実はチャイなんてみたいに思ってたんですけど、あったありました。すごい可愛いですよね。で、私ね、このチャイが全然手に入らないからと思って、まあ、代わり的に使ってるというか、すっごい、まあ、これも気に入ってるんですけど、これがね、あのポーラ BA の、ポーラ BA カラーズブラッシュの DR っていうディープローズっていうお色なんですけど、これね、ちょっとこれと比べておくと、これなんかね、百貨店で購入されたらしくて、でそのまま百貨店から送ってくださったんですよ。ね、すごくないですか。私チャイ見つけたら多分自分用に買いますもんそうですね。なのでこうやって比べると、このディープローズの方がやっぱローズカラーなんですよね。こっちの方がもうちょっとこう 肌寄りな感じの色っていうか。で、さらにこのローラメルシエのローズと比べるとこんな感じ。やっぱりポーラの方がちょっと色がくすみカラーで、こっちの方がパッとね明るいローズカラーかなと思います。でもね、粉質やっぱ似てるんですよね。あ、初参加ありがとうございますそう、ポーラはね、ちょっとくすみ系ですね。で、あ、でも厳密に言うと、どうだろう、ちょっとローラメルシエの方がポーラ BA よりもう一つ粉が細かいかもですね。この密着するから、この肌の上でこうキュッてなった感じがするっていうか、指でつけようとすると、こっちの方がもう少し粒子がこう粗くはないんですけど、ローラメルシエに比べると粗いから、こう触るとこう、なんていうのかな、サラサラっとした感じで指が滑る感じがしますね。すごい、もうなんかね、もうこの辺の色が好きなのってもうめっちゃわかるでしょ。こういう色が好きなんですよ私はあとあのね、クリニークのチークポップの、あのヌードポップっていうカラーあるじゃないですか、あれもすごい好きですね。もうこういう色が好きですあ、ローラメルシー縛りやりたいですよね。そう、でも意外とっていうか、まあ、全然持ってないので一通り買わないとっていう感じなんですが、まあ、どのブランドもね、なんかいいものが出たタイミングで縛りメイクをやれたらいいなと思います。この人のチャンネルに行けば縛りメイクはどのブランドもあるみたいになるとね、なんか今以上に私のチャンネルも知ってもらえるんじゃないかなと思ってるので、いつでもねリクエストはお待ちしてますこんにちはローラのコンシーラー、あ、そうローラメルシエコンシーラーもいいって聞きますよね。そう、まだ触ってないんですよね何気に。でもあのね、大丸に入ってたのが岩田屋に来てくれたのでね、また行こうと思うんですが、今日あの大丸のローラメルシエ跡地は何になってるのか跡地巡りしてきたんですけど、あの普通に SK2 になってましたなんかね、でも誰もいなかったから、まあ、とりあえず SK2 連れたのを持ってきたみたいな感じなのかなっていう雰囲気ではあったんですけど、はい、そんな感じにね大丸はなってました。そう、チャイなかなかないですよね本当に。私テスターしか本当見たことなかったので、現物来た時は夢かなと思いましたこんにちは、初参加です、ありがとうございます。綺麗な色のトップスですね、ありがとうございます。トップスもね、あのくすみ系、もうなんだろう、くすませたいのかな全体的にくすみカラーが好きなんですよね。ジバンシーのヒョウ柄をセットで買いました。お揃いですね、あれ絶対クリスさんすごい似合うと思って、っていうかあのパッケージが似合うかっこよくて、あ、初参加ありがとうございます。岩田はね、シャネルがすごい広くなって取り扱い品も増えたらしいんですよ。なのであのフレグランスのちょっとお高いラインのやつ、あれももう常設になったので、あれですよ、都会まで出ていかなくてもね、身近で香りを試すことができるようになりました。なので、まあ、トム・フォードも来たしね、香水をこう選ぶ幅が増えたのがまず良かったなと思います。多分ゴールデンウィークとかすごい賑わいそうですよね。いろんなブランド入ったので、あの福岡、車
来る予定がある人はね、もちろんあの博多駅のね阪急も大きいんですけど、天神の岩田屋もすごいいっぱいブランド入ってて、周りに三越とかね、大丸とかもあっていろいろ回れるので、よかったら来てください。はい、であれですよ、なんか話戻りますけど、皆さん平成終わるのなんかやります？平成終わる記念みたいななんかやります？すごい雑な質問。そうそうね、終わっちゃうからね、なんか最後になんかやっておきたいなと思いながら、でも平成最後のなんちゃらみたいな動画上げるのもなんかみんなやってそうだからなと思って、特にやってないんですけどね。なのでちょっと生配信だけはね、平成最後って言っていこうかなと思ってます。そう、なんかね、お洋服の動画上げてほしいっていう意見が結構あるんですけど、多分ね、昔から見てくださってる方だったらうすうす気づいてると思うんですが、私こう服は何年も着るんですよ。なのでこれも去年買ったやつだし、あんまりこの春買った新作ですみたいなのがないから、あんまり服の動画上げたことないんですよ。そう、平成終わる記念ね、平成終わる記念配信みたいな感じにしようかな。今日は一応全然関係ないけど、そうね、昭和生まれなんですけど、一応やっぱり平成を生きたっていう感じがあるのでね、ちょっと名残惜しいなっていう気がします。令和にちょっと馴染めるかどうか謎なんですけど、はい、トムフォードで香水買う予定はありますか？これからもうやっぱりガンガン試していこうと思ってますね。結構重い香りが多いかなっていう気がして、なんだろう、私重い香り嫌いじゃないんですよ。結構まだね、まだ紹介できてないんですけど、例えばジョン・マロンでもこのブロンズウッド&レザー、ブロンズウードかな、アンドレザーみたいな、こういうねコロンインテースの重い香りとかもすごく好きなんですけど、あのディプティックとかのあの深くてなんかこうどっしりした香りがあんまり得意じゃないというか、なんていうのかな、突き詰めていろいろ嗅ぎたいなっていうほど好きな系統じゃなくって、なんかトムフォードも割と香り立ちがどっしりしてるなっていう印象があるので、まあ、ちょっとずつ嗅いで、どの辺だったら自分はこの導入的に使えるかなっていうのをまあチェックして、だんだんそっちにハマっていけたらいいかなと思ってます。あれですよね、そうトムフォードのネロリ結構勧めていただくこと多くて、去年ジョーマローンのネロリのやつ使ってたから、もうあれはね、今度行ったら嗅いでこようと思います。ペンハリガンはね、ペンハリガンもちょこちょこ嗅ぎには行ってます。ただこのペンハリガンとか、ああいうガチなフレグランスブランドってなると本当なんか難しい気がして、ちょっと気遅れしちゃうんですよね。なのでまだあの現物買ったりっていうほど手は出せてないんですが、いつか欲しいぐらいの、ちょっと自分の中ではすごく上なブランドのイメージです。ラルチザンとかも同じポジションですね、私の中では。令和記念のパワーオブメイクアップなんてどうでしょう。あ、なるほど、なんかあの企画ね、あれなんですよ、賛否両論、まあ、どんな企画でもあれなんですけど、賛否両論あるので、結構やるのにいろんな意味であの力が必要になるから、あんまりやってなかったんですけど、まあそろそろね、前にあの企画やった時よりはいろんなアイテムを使えるようになってきたかなと思うので、またそうですよね、挑戦してもいいかな。なんかね、平成っぽいメイクみたいなのをしたりとかしても面白いかもですね。令和になってから見るとちょっとやっぱ一昔前だなみたいに感じたりとかもあるかもしれないので。イソップにもトワリあります。そうなんですね、私なんかあそこ思いっきりスキンケアブランドって思ってたので、この前あの日焼け止めがあるっていうのを教えてもらったんですよ。ペンハリガンのルナおすすめですよ。ルナですね。ルナは多分覚える。買いできます。ありがとうございます。そうそう、トムフォード買い物するとね、あの香りつけてくれますもんね。なんかすっごい濃厚な香りじゃないですか、かなり。なんかあれかな、チュロローズとかなのかな、割とこう妖艶だなって思った覚えがあります。新宿伊勢丹でゲランの香水デビューしました、おめでとうございます。何買ったんだろう、ぜひよかったら教えてください。え、痩せましたか？私どっちかっていうとなんか顔が丸くなったなと思って、シェーディングあれかな、激しめに入れてるからかな。今日ね、多分このブラシ使ったんですよ、このリアルテクニクスの丸いやつ。今まではあの扇とかちょっとこういうね、こういう系統のでここに入れてたんですけど、なんか突然多分海外の YouTuber さんとか見てて、あ、丸いブラシでシェーディング入れるのもなんかこう やってる時の感じがね、おしゃれでいいなと思って、今日はこれで入れたんですよ。だからかな、ちょっと広範囲に入って痩せて見えてるのかも。体重は全然変わってないですね。あ、初めて見れましたって、ありがとうございます。時々生配信やってるのでね、タイミング合えばぜひ遊びに来てください。はい、あと10分、何話そう、なんか
なんかあります？なんかお題があれば。そうそう、トムフォード今カウンター増えてますよね。結構皆さんツイッターにもなんかその百貨店から DM 来たよって言ってこのカウンターが入るってみたいなの上げてくれてるんですが、それ見たらねトムフォードって書いてるの結構見るから、まあ、福岡にもね上陸してくれたんですけど、全国カウンター増えていくんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、今までもトムフォード紹介はしてきたんですけどね、見てちょっと気になったやつをそのままカウンターに買いに行くってこともねしやすくなるんじゃないかなと思います。身長は何センチなのですか？151ですね。でもなんかサバ読んで152って言ってますなんか152の方が可愛い感じしませんか？はい、見ている海外の YouTuber はどなたですか？むっちゃベタですけど、ジェフリースターはやっぱりやってることの規模がでかすぎて面白いので何言ってるか分かんないですけど結構見てますね。何だったっけ、ディオールの家かな、 何かを借りてプールでなんか水着のまんまメイクしたりとか、リムジンの中でメイクしたりとかしてて、なんかねあれくらい突き抜けてたらやっぱ面白いですよね。はい、なのでジェフリースターとか見てます。あと韓国 のラミョクさんとポニーさんはなんだろう、メイクもすごいけど編集とかもやっぱすごいし、何のソフト使ってるんでしょうねあれ。うん、なんかねすごいおしゃれでいいなと思って、みんなに言ってるか分かんないですけど見てますはい、ただなんかねやっぱり私も編集することが多いから、編集してる時ってこう映像ももちろんなんですけど、その音も聞くから、何かその仕事してる時に BGM 的に流すってことがほぼできないんですよね。なので意外とね YouTube ってこう見る時間がなくって見れてないですね本当に。もう自分の朝メイクしながらちょろっと見るとかそれくらいしかできないので、もうかなり厳選して見てます化粧品燃やすの見てない？見ますやっぱやることがすごいですよね。そう、ポニーさんもうめっちゃ綺麗、なんか前世でどれくらい得積んだらあんな可愛く生まれてこれるんだろうと思ってもう惚れ惚れしてます。髪の色とかもすっごいおしゃれだし。日本の YouTuber さんはね、あんまり更新されない方なんですけど、めっちゃ推しな人がいて、ちょっと待ってね、名前間違ったらいけないから、アマテラスイブさんって皆さんご存知ですか？すっごいの、もうねもう本当すごいとしか言えないので、アマテラスイブって検索してみてください。なんかもう CG みたいな感じで、なんていうのかな、コスプレみたいなこととかも知ってたりするんですけど、衣装とかから作るんですよ。で、あれなんだったっけ、ジョジョのキャラクターとか、私ね見たことないんだけど、あれなんだったっけ、アメコミの女の子がいるやつ、バットマンの敵役の女の子、こんな髪、ハーレークイーンかだったっけ、あの人のコスプレみたいなのもしてて、衣装もメイクも全部するんですけど、もうそのなんていうのかな、衣装とかメイクのクオリティもすごいけど、その動画自体がもう一個の映画というか、もうエンターテインメントっていうか、もう本当にねもうすごいとしか言いようがないんですよ。なんかあれを YouTube で無料で出していいのかっていうぐらい、なんか人間ってこう努力とかこうなりたいなとかっていうのを持ち続けるのは大事だけど、まあ、どうやってもこうはなれないなっていうのもあるんだなっていうのがもう見た瞬間に分かったぐらいすごくて、もうあの人の更新はずっと待ってる私がチャンネル登録してからは特に何も出してないので、ずっとその更新は止まってるけど待ってます。待機勢ですそう、絶対見てみてください。もうなんかね格が違うなんかもう YouTube じゃないみたいな感じなんですよ。うん、なので本当なんだろう、まあ、私がこう力いっぱい押さなくても全然知名度ある方だと思うけど、力いっぱい押したいぐらいすごい、なんて職人っていうのかな、そのクリエイティビティみたいなのがめちゃくちゃ溢れてる動画なので見てて面白いと思う。多分この人に似てる動画とかっていうのは他にないと思いますね。唯一無二な感じです。めっちゃ若いと思うんですけどね、私の予想では20代行ってても半ばぐらいじゃないかなっていう感じの方なんですが、もうその日のメイクによっても顔とかも全然違うし、スタイルというか、服装も違うし、結構有名なのだとなんか5カ国ぐらいかな、なんか外国の方のメイクを全部するっていうのをすっごい短い動画でされてて、それを多分最初見てすごいなと思ってチャンネル登録したんですけど、よかったら見てみてください。私の好きな YouTuber は愛花さんです。だって嬉しい、ありがとうございます。お世辞でも嬉しい。そうだから私もね、いつかね、なんかそうやって、まあ、視聴者さんももちろんだし、他の YouTuber さんとかになん
かこの人のチャンネル見てますとかって言われるようになったらいいなと思って、一応ねこんな感じですけど、あの日々進化できるようには頑張ってるつもりなんですけど、はい。1歳の息子が愛花さんが改めニコニコしてますので、息子さんかわいいかわいい、なんかもう1歳とかもうほんべいってしたくなるね、月齢ですよね。あ、そうそう、アマテラスさん、あの漢字ですね、あの天を照らすで、あのアマテラス、大神のアマテラス、なんかもう外国人みたいな感じに見えます。藤子ちゃんメイク、そう、まあね、ルパンのね、なんかそういう、なんていうのかな、コスみたいなのもやってみたいんですけど、藤子ちゃんはもう恐れ多すぎてできないんですよね。まず体型が違いますし、なんていうのかな、もう詰めるとこからやらないといけないみたいな感じで、輪郭もだし、だからもうメイクスキルがやっぱりアップして、暁にはやりたいなと思いながら、もうね、こう、なんだろう、藤子ちゃんってもうやっぱり神様みたいな存在なので、なかなかと思いながら、まあ、でも自分でやるなら何ができるだろうとか考えたことあるんですよ。そしたらもう思いっきりそのもう特殊メイクみたいにした方がむしろ挑戦できるんじゃないかなと思って、それこそこの前あの金曜ロードショーであのルパンのね、あの作者の方がお亡くなりになったので、まあ、追悼っていう感じで、ルパン VS クローンっていうやつ、結構昔の映画なんですが、あれをやってたんですが、見た方いますかね。あれに出てくるマモーっていう敵がいるんですよ、顔面紫ので、なんかこう仕上がり、白髪というか、まあ、紫っぽい 白紫みたいな感じかな、なんかこう髪のクリーンみたいな人がいるんですけど、その人ぐらいでやれるかなと思ってます。なんかあの学生時代にあのスターウォーズにハマった時も、ね、みんな映画とかコスプレしていくじゃないですか。でもやるとしたらヨーダしかできないかなと思って、あのマスターヨーダみたいなあのケープ着ていったことあります。あ、むっちゃ好きな作品ね、マモいいですよね、すっごい面白いの。あれ結構放送禁止用語があるので、あの地上波の時カットされがちですけど、あのね、まあそういうのがない、なんていうのかな、 DVD とかもあるかもしれないので、よかったら見てみてください。はい、あれはあかんやろ、でもあれやったら面白くないですか、っていうか、なんか一番なんか近づけれそうな気がする。なんかその塗ったり、なんかこの粘土とか貼ったりで、もう目も閉じてまぶたに目描くみたいにやればできるかなみたいな。藤子ちゃんはだってもうどうやっても多分非難合合ですよ。もう目に見えてるから、だから、はい、やるとしたらそっち系かなとか思ってますね。はい、じゃあ57分あと3分ですね。そう、あ、結構みんなマモ知ってて嬉しいな。私でも連休ちょっとね、この前のマモね、あのあれなんですよ、子供たち寝かさないといけないから最後まで見れなかったので、録画してるやつをねまた見ようかなと思ってます。あ、そう、一つだけ言わせてください。あれね、次元の見せ場があるんですよ。マモとね、藤子ちゃんがちょっとグルだったんですよね、最初。で、マモはその藤の死なずにその衰えないね、力を持ってるから、藤子ちゃんはそこにちょっとこう見せられてるわけですよ。自分も追いたくないなみたいな感じで。だからちょっとマモを切り離せずにいるところで、マモがこう立ち上がって藤子ちゃんを撃とうとしてからの、次元がバーンって来て藤子ちゃんをバーンって押してマモを撃つんですよ。あの、なんていうのかな、ルパンに頼まれずとも藤子ちゃんをもう反射的に守る姿勢、あれですよ、あのシーンのために見てますマモは。いいです、結構次元の見せ場がある映画かなと思います。っていうね、そう、はい、まあ、ラストもうなんかどうにもなんなかったってことですよね。全部もうミサイル爆発しちゃうしみたいな、すごいすごい、もうちょっと今だとやっぱ放送できない感じの内容かなと思うんですけど、なんせその次元のシーンがいいので、よかったら見てみてください。そう、惚れてまうって本当ですよ。ということでね、12時59分ということなので、本日の生配信終了しようと思うんですが、来週はね、先ほどもお伝えしたようにちょっとゴールデンウィークなので予定が立たないので、一応まあ来週はなしという感じで思っていていただけたらなと思います。次の配信についてはね、また告知しようと思いますので、よかったら、はい、また見に来てください。というわけで、最後までご覧いただいてありがとうございます。また次の配信でお会いしましょう。あいたでした。バイバーイ。みんなありがとうね。